本日は町人仕事創生教方針2017の原案についてご議論をいただきます。地方の平均所得の向上のために人材の投資を通じた生産性の改善を進めます。このため市長がリーダーシップを発揮し、地方大学が産官学で連携して進める先進的な産業振興専門人材育成の取り組みに対して重点的に支援していきます。18歳人口が大幅に減少する中、地方大学を地域の特色を生かした産業振興や実践的な教育の場として強化する一方、学生が東京だけに集中しないよう、東京23区内については定員を増やさないことを原則として具体的な制度を構築します。また町や商店街の魅力を高めるため空き店舗解消の取り組みを地方創生交付金などを通じて重点的に支援するとともに、空き店舗に対する固定資産税の特例を認めない仕組み作り等の検討を進め、年内に結論を出します。安倍政権としては今後も地方創生を一層加速することを目指し、意欲ある自治体を全力で支援してまいります。本日の議論を踏まえ、山本大臣を中心に基本方針の取りまとめをお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。